フリーアナウンサーの加藤綾子が12月26日にオフィシャルインスタグラムを更新。自作の手編みニット帽をかぶった最新ショットを披露し、注目を集めている。この日、加藤は、クリスマスも終わって2022年ももうすぐ終わっちゃいますね、とコメントを添えて、写真を投稿。続けて、先日ニット帽を作りました。編み物初挑戦、慣れない手の動きに苦戦しながらも、なかなか良い感じにできました、と綴り、深いグリーンのニット帽をかぶった美しい横顔のアップショットを披露した。これを見たファンからは、相変わらず美人がえぐい、本当に綺麗カトパンさん、見てるだけで癒される、編まれたい、可愛いがいっぱい、美しさ健在です、など、様々なコメントが寄せられている。